史上中症とは、史上中症化の線形動物によって引き起こされる、寄生虫病。クロバエやカなどの吸血動物によって伝染される。人間を宿主とする、フィラリア寄生虫は8種類が知られ、その影響により3グループに分類される。治療には、場合によって、外科手術と内科療法に分かれる。感染による副産物としての心不全などに対処するために、 血管拡張剤や血圧効果剤などを用いて深刻な病状になるのを防ぎつつ、ミクルフィラリアやフィラリアを駆除する。薬剤療法はジエチルカルバマジンの傾向投与。この際問題になるのは駆除方法で、場合によっては薬剤で駆除されたミクルフィラリアが血管を詰まらせるなどのショックや死亡する危険性があり、積極的に使われる方法ではないと言われている。 ミクロフィラリアは白血球にどんどん食べられるので、主に問題になるのは、成虫のフィラリアである。これに関しては、薬剤駆除のほか、外科手術で物理的に取り除く方法が取られる。特に心臓の三尖弁などに寄生された急性の場合は、早急に取り除かなければ危険である。沖縄地方がフィラリアの新因地であることは、1936年の 沖縄県下一斉調査により、県民の3分の1が補充者であることから分かっていたが、防圧の予算が確保できずそのままになっていた。戦後初の調査は、1949年に沖縄県国上軍義野座村で行われ、この時の補充率は13%であった。1964年に、米国立法院で、フィラリア防圧事業案が成立、宮古島より、 防圧事業が始まった。宮古島住民の99%が検査に応じたところ、結果は19%が陽性であり、特効薬スパトニンの投与で、ミクロフィラリアは82%消滅した。2回目は1966年に、3回目は1967年に実施された。沖縄諸島の日本変換を挟んで、 作戦開始から13年後の1978年には沖縄県全体で補充率が0となった。1988年11月、宮古保健所にフィラリア防圧記念碑が建てられた。スパトニンはクエンサンジエチルカルバマ人情で商品名である。海中に有効なサントニンの名称の前にスーパーをつけた。 愛媛県西和郡伊方町集団献血とスパトニン、投薬を行い、世界で初めて地域駆除に成功。上記の沖縄よりも無論、先である。フィラリア症は、牛、羊、犬などといった家畜にも影響を及ぼす。ありがとうございます。